あ、変な感じでも、うん、だってこれ YouTube なわけじゃん。そうです。この YouTube 感が全然自分の中でないんだけど今、うん、ごめん、俺だからだと思う。多分さ、ここにさ、髪が青かったりちょっとさ、するとさ、さやちゃんもスイッチがピッて入ると思うんだけどさ、うん、普段会ってる親戚のおじさんと会って喋ってる感じだから、だってさやちゃんの顔のこの緊張感のなさ、高さ。俺さ、思ったの、万太郎がさ、こうやって YouTube に出てさ、いろんな人にさ、万太郎って言ってもらえるようになってから、東京でさ、打ち合わせとかするとさ、みんなやっぱ万太郎が来ると思うのよ。マネージャーさんが来るってなったらね。で、そんなさ、期待をさ、されてる状況の中でさ、黒髪の七三のおっさんが言ってみ、これじゃない感が強いのよ。なんか、いや、あなたじゃない感じゃない方のマネージャー。そう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 、結構それで傷ついてるよね。傷つく、あ、万太郎さんじゃないですね、うん、あーみたいな。傷つくっていうか、なんか申し訳ないよね。そうだよね。ワンちゃんの魅力はもうみんな気づいてくれてると思うけど、うんうん、山本さんもね、やっぱ魅力的なんですよ。だからそれをちゃんと思ってほしくて、今回ちょっと向けさせていただいたと。それね、タカちゃんね、はい、そんなの言うの、タカちゃんとうちのお母さん2人だ。この地球上に。おじさんが出張ってまたさ、若い万太郎に負けずでさ、なんか肩回して出てきちゃったよみたいな、か、ま、YouTube 俺もいけるよっつって、なんかバブルの残りっぺみたいなのさ、匂わせながらさ、なんかこのテカテカした、あ、だからか、ね、黒おしゃぶり昆布なの。いや、なんで黒おしゃぶり昆布やねん。黒おしゃぶり昆布、俺が黒おしゃぶり昆布。黒おしゃぶり昆布、山本、違う違う。で、商品名が黒おしゃぶり昆布。うん、で、それをさ、ね、さえちゃんが俺の顔と見比べてさ、山本、うん、さんって黒おしゃぶり昆布みたいだね。違うよ、私じゃないよ、山本さんだよね、あれはね。黒おしゃぶりで止めたんだよ。そっか。そうだよ、それに、黒おしゃぶりといえばっていう。そうなんだ、これ。黒おしゃぶりといえば俺じゃない。俺、さえちゃんとさ、今日話すってことでさ、はい、どれぐらいなのかなと思って、さえ、うん、ちゃんと初めて会った時のことを考えたら、2008年なんだよね。え、じゃあ、あの羽田？そう。私が結婚式に行く、ハワイに行く飛行機に乗る前に、山本さんと初めて会った。そう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 。第一印象を多分覚えてますか？俺はね、びっくりしたのが、二十歳のことは思えないぐらい自分の言葉でしっかり喋ってる人だ。え、嘘、なんか喋ってた。うん。二十歳ぐらいだとどうしてもさ、大人と喋る時とかはさ、ああ、どっか借りてきた言葉を使いがちじゃない。ああ、でもちゃんと自分の意見を持って自分の言葉で人と話してるから、すごくなんかこう存在感があったのはしっかり覚えてる。うん、その時は山本さんマネージメントっていう立ち位置であったわけじゃなくて、うん、その時はマスコミ担当っていうポジションにいて、うん、元旦那さんと一緒にマスコミの皆さんがね、撮れる場所って決まってんの、羽田とか成田って、動く歩道みたいな、はい、ここまでの間だけ撮影が OK みたいな感じで、その撮られる場所が終わって搭乗口に降りていくっていうエレベーターを山本さんが乗ろうとした時に、元旦那さんが閉めるボタンを押してコッてしまってて、あーって言ってる山本さん。それが最初の出会いだよね。それが最初の出会い。当時のさ、勢いある2人のさ、写真を撮ろうとしてるマスコミがすごい数よ。すごい数の人に、ダッサダッサ。その後は思い出いっぱいよ。もうなんかさ、話せること話せないことを、そう、だからどこまで言うっていう、ね、いろいろね、そういう話しづらいこともあると思うので、うん、ちょっと僕テーマをね、ルーレットで。なんそれ、これすごい、はい、社長とボスっていうルーレットを作ったんで、スターティンしていいのかな。はい、レッツゴー。ほい、掛け声よ。ほいほいほい、下に出る。あ、結果これをしたら喜びます。お、え、自分が喜ぶこと、相手が喜ぶこと、相手が喜ぶことをちょっと教えていただけたら。これもうね、私もすぐあるよ。え、そうなんだ、うん、タカちゃんさ、よそ行き用と本音用と2パターンも用意してる。これに関して用意できちゃうんだけど。じゃあちょっとよそ行き用からいきます。よそ行き用はお仕事ね、うん、たっぷりした後に
みんなで焼肉、さらにサウナ、このパターンをちゃんとセッティングしとくと、うん、喜びすぎて帰りの車の中でこうパックしながらさ夜風に当たって整うわーって言いながら帰ってくれる。みんなでさ週3ぐらい行ってて、なんなら一人で行くんだよ、さらに。そう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 。だからまあこのセッティングは一応よそ行きの答え。はいはいはい、確かにそれは参考になりますね、うん、きっと、うん、もう一個の方のね本音で言うと、俺たち身内のスタッフの不幸話。これね大好きなの。もちろんね誤解がないように言うけど、不幸話って言ってもそんなに悲惨なあれじゃもちろんないんだけど、大好きなのよ。ここ最近の一番のトピックは、うん、熱々の麻婆豆腐を足に落とした中井ちゃんの、うん、あの話はもう鉄板。自分で1分ぐらいでいい麻婆豆腐を4分温めてるわけ。でそれをこうやって部屋が汚いことによってつまずいて落としちゃう中井ちゃんっていう、うん、もうそれはね最近の大好物。すっごい好きだよね。だって初めましての人とかに写真見せながら説明するんだよ。うちのマネージャーが最近こういうことあってってすごい心配したんだから。そうそう、心配はしてたし、あのちゃんとあの綺麗にね治って大丈夫なやつだからあれなんだよ。それはね否めないな。なるほど。私はもう山本さんが喜ぶのってもうこれしかないんだけど、エロ話。その印象ないんじゃないですか。みんなはないと思うけど、山本さんね、ドスケベなの。ねえ。下ネタが大好きなの。ねえ、あのさ、さゆちゃんさ、一般人の性的な趣味とかをさらすんだよ。ど真ん中のパワハラじゃない。何腹か分かんないぐらいど真ん中じゃない。じゃあ変えてあげる。じゃあ山本さんが好きなものは、お金の話。エロと金が好きな苦労者振り込む。ね、でもさ、妖怪の質としてはさ、最低な妖怪じゃない。最低。普通に、ここはこうでこうで大変だけど、ここをこうやって頑張ると、うちにもちゃんとお金が入ってくるからっていう時の顔がさ、マスクしてんのにもう笑みがダダ漏れ。隠せてないよっていう。お金というか、お金っていうのが一つのさ、みんなが頑張った成績表だから、なんかそこがさ、大きければ大きいほどさ、世の中の人に評価されてるっていう面もあるじゃん。そうですね。っていう風に考えたら、笑みがこぼれちゃうんだよ。でも、たまにダダ漏れすぎてんのが、こうやってなってるから。手までついてるから、サイちゃん。あっつって。今さ、このサイチャンネルのさ、この清らかな心を持ったファンの人たちがさ、いいこと書いてくれるんだよ、はい。こんな俺でさ、もうなくなってる。ここ、新橋。新橋です。この道初めて通る。全然似合わないですもん、だって。SL 広場とサイコさんが。ちょっと待ってな。え、何があるカラスモリ神社っていう芸能と商売繁盛のとてもご利益のある。え、本当にすごい。というあ、でもすごい人いっぱいいらっしゃる。平日なのに。本当ですね。じゃあちょっと動画は撮れないみたいなので、ちょっとここで僕お尻を拝んでる。聞いちゃったよ、私。恋愛良縁縁結びみくじ。山本さんは金運幸福。まあ、商売繁盛。会社のね。僕から行きますか。あ、じゃあお願いします。ドラン。小吉ね。これさ、小吉しか出ないんだけど。何このあの、こじんまりした人生。まあでもこれからがあるよってことでしょ。確かに。ただ、金運、夢物語に惑わされずって書いてありますけど。幸運。どんな笛の名手でも息継ぎなしでは良い演奏はできません。休息を忘れないように。俺疲れてる。あれは、ね、エロ。エロエロはね、あ、恋愛運です。あ、あるんだ。これにも入ってるんだ。これ書いてあります。恋愛運、会う人会う人、運命の人に見えてきます。病気が。まあでもね、正気っていいんじゃないですか、ね、あんまりね、うん、私も見てみよう、うん、気になる。運気が上昇していくのに伴い、人間関係がやや複雑気味を帯びてきます。そんな時にあなたの力となるのは子供時代の思い出です。その記憶が正のものであれ負のものであれ、
いつもあなたの背筋を伸ばしてくれるはずです。え？どういうこと？あのうちの社長は今年も仕事頑張れと恋愛なんかまだしてんじゃねえと。腰が痛くなってきた。金運のところ、ファッションへの投資は控え、ボディケアにウェイトを置こう。今は蓄財の時だって。幸せへの道しるべまで書いてある。足のお手入れをこまめにし、靴もきれいにして足元を意識しようだ。これはできる。これはすぐにでもできる、うん、ちょっとでも小吉だった。まあでも小吉って感じするもんね。よかった。2人とも小吉の。ありがとうございます。俺の小吉はさ、まあ頑張りましょうってことでいいけど、さえ、はあ、ちゃんのさ、恋愛運の小吉は、これは会社にとってはハッピーですよ。まだまだ働きなさいっていう。そうだよ。今は頑張れってことだな。今は頑張れってこと。頑張るよ。ありがとうございました。ということで、山本さんでした。はい、あ、そうだ、今日山本さんのドライブトークで書いてあったけど、はあ、いいの？お金とエロでまとめちゃったけど、いいの？お金とエロと小吉の男です。ありがとうございました。